皆さんこんにちは。競馬の牝馬クラシック第2弾 G1 オークスが19日に東京競馬場で行われ、クリストフ・ルメール騎手が手綱を取った2番人気のチェルビニアが直線差し切り G1 初制覇を果たしました。日本中央競馬会 JRA が公開したルメール騎手のジョッキーカメラの映像では歓喜する姿などが映る中、6着に敗れたレジェンドの武豊騎手の振る舞いが話題となりました。さりげなく寄り添った姿にネット上のファンから、ファンサも神なのずるい、こういうとこ好きといった声が上がりました。鮮やかすぎる逆襲劇でした。前半 1000m が57秒7の超ハイペースを中段後方で折り合ったルメール騎手とチェルビニア、4コーナーを回って直線を向くと、鞍上のゴーサインにチェルビニアは鋭く反応しました。1カンポずつ外から馬群を飲み込み、早めに内目から抜け出した1番人気の桜花賞馬ステレンボッシュをゴール前で差し切りました。桜花賞13着からの大逆転となりました。世代随一の素質馬と言われた実力を大舞台で発揮することとなりました。3月末の G1 ドバイターフで落馬負傷し、2週間前に復帰したばかりのルメール騎手にとっても嬉しい G1 勝利でした。 JRA が公開したルメール騎手のジョッキーカメラの映像にも何度もガッツポーズする様子や、やった後日本語ではしゃぐ声が入りました。ゴール板を過ぎて1コーナー過ぎでスローダウンする中、外から近づいてきたのは6着に敗れたスイープフィートと武豊騎手でした。振り返り気味に何やらルメール騎手に声をかけると、ルメール騎手はありがとうと反応しました。その後止め際にも武豊騎手は笑顔を見せながら再び接近しており、ルメール騎手はありがとう、よかったと安堵の声を漏らしていました。ここからはこの出来事に対するネットの反応を見ていきます。まるで勝利騎手がありがとうと言ってるような満遍の笑み、武豊ブロックするのやめといたから感謝してね、あ借りはダービーで返してくれたらええから、ルメール OK ラブユー。勝利騎手に笑顔でおめでとうというのは悪いことではない。4番人気で一応上位5番目以内の人気なんだから、もう少し後からでもよくね。悔しさとかないわけ、まるで勝った人みたいやん。マジレスするとやっぱりサイコパス入ってるよな。どこの誰かもわからん馬主の馬で負けてもヘラヘラしてるからな。金かけてるやつのことなんかも知らん。無事走り終わってよかった、オールメールおめでとうくらいだろ。ガチで馬券買ってた人から見たら批判されても仕方ないと思うよ。真剣に乗ってねえのか談合だったのかサイコパスなのかってな。負けず嫌いなんじゃなかったっけ、それとも馬にって全く感情の差があるタイプ。サイコパスすぎて怖いわ。ガチで馬券買ってた人は納得がいかないよね。もっと悔しそうにしないと真剣さも足りないし、一生懸命乗ってないってことだから談合やサイコパスを疑われる。騎手ってこんなもんよ、落ちずにゴールすれば払い戻しあるからな。川田は勝負師として理解できるが、武豊は理解できない。ガチでサイコパス入ってないか。勝負師だったらもっとああしておけばよかったとか、こうすればよかったんじゃないかとか自問自答して反省したり悔いたりするのが普通だろ。これがないってのはガチでやばいよ。脳がおかしいってことだからやっぱりサイコパスなのかもな、と武豊騎手が悔しさを見せなかったこともあり、サイコパスなのではという意見が散見されました。しかし過去には武豊騎手とルメール騎手の立場が今回と逆だったこともありましたね。2023年12月24日に開催された有馬記念でのことでした。序盤に後方に構えた2番人気のドーデュースが差し切り勝ちを決め、2022年の日本ダービー以来の G1 3勝目を飾りました。2着に敗れたスターズオンアースに騎乗したルメール騎手はゴール直後、馬上から勝った武豊騎手にかけた言葉が話題になりました。有馬記念では不利と言われる大外16番枠からダッシュを効かせて、逃げるタイトルホルダーの2番手で運んだスターズオンアースとルメール騎手、最後の直線では逃げ馬こそかわしたものの、外を回ったドーデュースの強襲をしのぐことはできずに半馬審査の2着に敗れました。負けを実感したルメール騎手はゴール板を過ぎると、ああとため息します。しかし息を整えると、離れた前方にいた武騎手に対しておめでとうと大きな声で祝福するといった場面が見られました。日本中央競馬会がルメール騎手につけたこのジョッキーカメラが公開された映像にネットは感動。負けてため息した後10秒後に勝者を称えて大きな声でおめでとう、見習いたいね、ルメールは素晴らしい騎手だわ、尊敬する、ルメール好きになった、やっぱルメちゃんは最高に可愛い、おめでとうが本当にいいやつだな、ルメールのああって声が切ない。
その後すぐにドーデュースと武豊を称えるルメールは素晴らしいといった声が上がっていました。武騎手とルメール騎手は共に戦う仲間としてお互いに尊敬し合い切磋琢磨している関係性なのかもしれませんね。さて今週末は3歳世代の頂点を決める日本ダービーが東京競馬場で行われますね。35回目の騎乗で歴代最多を更新する7勝目を狙う武騎手はシュガー君で参戦することが決まっています。 G1 7勝の半径北三ブラック父ブラックタイドが果たせなかった日本ダービー制覇へ意気込みを語りました。武騎手は何回でも勝ちたいですよ、相手はものすごく強いですが楽しみには思っていますと語気を強めます。昨年は初騎乗のファントムシーフの手綱を取りましたが今年は一昨年のドーデュースと同じくデビューから手綱を取る相棒と臨みます。初陣こそ2月の京都の新馬戦と遅かったのですが2戦目の阪神で初勝利を挙げると意識しましたと競馬の祭典へ大きな期待を抱きました。前走の青馬賞は頭さながら重賞初制覇しています。キャリア4戦で大舞台への切符をつかみ取りました。これに武騎手はよく間に合いましたよ、権利を取らないとダービーに出られない中で結果を出せてよかったですと称えました。まだ4戦と経験は浅いですが違う競馬場違う距離で結果を出せているからね、キャリアは浅いけどレースの内容はいろいろとやってこれていますと経験値を強調しています。武騎手はジンクスも打ち破ってみせる意気込みを見せています。青馬賞から参戦して日本ダービーを勝った馬は未だいません。1994年の重賞昇格後2002年シンボリクリスエスなど6頭の2着が最高という高い壁です。武騎手もこのジンクスに関して勝っちゃいけないレースを勝っちゃったね、それだけは不安材料と周囲を笑わせながらもジンクスというより普通に考えれば皐月賞に出られる馬はそちらに出るしレースレベルが違いますからねと冷静に分析しながらもそれでも楽しみですよと力を込めました。そんな武騎手は5月20日に東京神田明神で開かれた日本ダービーの PR イベントに出演しました。壇上に用意された白馬のロボットにまたがり育ちに乗ってみたかった、念願が叶いましたとジョークでファンを大いに沸かせました。間近に迫ってきた競馬の祭典については近づいてくるとワクワクする一番好きなレースいよいよという気持ちです、チャンスはあると思っていますので頑張りたいと意気込みを語りました。このイベントでのファンからの質問コーナーではいつまで挑戦したいかと問われた武騎手、この質問に対してこれはずっとですねと即答。武騎手は38年目の大ベテランですが本当に一回も飽きることがなくて楽しいんですよね、ずっと続けばいいなとファンの前で生涯現役を宣言しました。またレース前のルーティンはあるかという問いについては全くないんですと苦笑。験担ぎをしている騎手仲間に憧れを抱いていると言いますが何かやろうと思うんですが続いたことがない、こういう時のために何か始めたいと会場の笑いを誘いました。半径はコンビを組んで天皇賞春連覇など一時代を築いた北三ブラックです。武騎手自身は騎乗していませんでしたが14着に敗れた日本ダービーで兄の果たせなかった夢を叶えるチャンスです、体型や乗った感じも違うからねと話しながら素質がすごくありそうな感じは最初に思いました、乗りにくい面もありましたがだんだんと乗りやすくなっていますと兄同様のポテンシャルと成長を感じている武騎手、12日には JRA 通算4500勝の偉業も達成しました。数々の金字塔を打ち立ててきた武騎手がシュガー君を偉大な兄声に導いて府中のファンを熱狂させることが予想できますね。上記にも紹介した武騎手の4500勝の偉業達成に関して面白い出来事があったので紹介します。5月18日の京都競馬場で想定外のセレモニーが話題となりました。旧レースのメルボルントロフィーをスマートワイスで勝った武騎手、するとウィナーズサークルに4501ウィンと書いた2枚のうちわを持った池添健一騎手が登場し突如写真撮影が始まることとなりました。前週武騎手の JRA 通算4500勝達成時に同じ東京競馬場にいたにもかかわらずレースを勘違いし表彰式に参加することができなかった武豊王の池添騎手、後に自身の X でやっちまいましたわ、不仲にはなってないので豊さんに言ったらネタになったなって言われました、武豊王失格だとこの失策について投稿していました。この日武騎手の次の1勝を待ちそれが決まると即座にリベンジを発動させた形です。うちわを持った池添騎手が現れると
京都競馬場のウィナーズサークル周りにいたファンから笑い声とともに拍手が巻き起こりました。この池添騎手の行動にネットでは、池添騎手かわいすぎるんだけど、そうそうプラカードリベンジ、池添さんよかったですね、執念の推し活、池添ジョッキーのこういうところ大好きなどの声が続きました。4501勝のうちわとともに笑顔でツーショットに収まる武騎手と池添騎手の姿にほっこりした人が多かったようですね。いかがだったでしょうか。今回は武豊騎手について見ていきました。ルメール騎手との掛け合いに批判の声もあったようですが、称賛する声の方が圧倒的に多いように見えました。今週は日本ダービーにシュガー君とのコンビで登場するとのことで注目が集まりそうですね。ジンクスを打破して勝利を挙げることができるでしょうか。よかったらコメントで皆さんの考えや感想を聞かせてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。